ります。はい、そこでこのコツメカワウソという種類はですね、魚食べるんじゃないかなと思うお客様いらっしゃるかと思うんですが、実は主食は甲殻類といいまして、エビやカニを食べているんです。しかもその殻ごと丸ごとバリバリと噛み砕いて食べているんですが、今日はですね、そんなエビお姉さん準備しましたので、ぜひですね、殻付きです。とても大きなエビ、殻付きです。はい、どんな風に食べているのか皆様に見てもらいたいと思います。はい、もう食べたいよということで、はい、美味しそうに食べてますね。さあ、ここで皆さん注目してほしいのは食べている顔です。皆さん顔にご注目。はい、さあ、コツメカワウソ、甲殻類以外にもそこら辺にいる虫だったりカエルなんかも、食べていきます。じゃあなんでこんな硬いものをバリバリと食べることができるのかと言いますと、とても顎の力が強い、はい、噛む力が強い、そしてですね、口の中に鋭い犬歯とすりつぶすための臼歯が生え揃っているため、このように殻付きの甲殻類でもバリバリと食べることができるんです。さあ、あんなに大きかった殻付きのエビももう、はい、食べ終わったよと。はい、このコツメカワウソ、動体視力もとてもいいんです。はい、どのようにしてすごい切るものを手でパシッと取るか、皆さんぜひですね、オッケー、バッチリ。はい、そして自分で遊びましたボールはしっかりと太陽くん専用のおもちゃボックスにお片付け。はい、バッチリとお片付けもできる賢い太陽くんなんです。ですね、太陽くん賢いということで分別していきたいと思います。はい、ゴミ箱が出てきました。赤いゴミ箱が燃える、黄色がプラスチック、青がペットボトルになります。はい、太陽くんはどのゴミ箱が何色のゴミ箱に分別するかっていうのをしっかりと、知っています。はい、はい、太陽くん真っ先に赤のゴミ箱に入れていきましたね。はい、順調です。お願い。はい、オッケー、バッチリです。そして最後ペットボトルですね。ペットボトルキャップついています。このキャップもしっかりと分別すれば違う製品に生まれ変わるということで、お姉さんが持っている専用のキャップ入れに入れてもらいましょう。はい、キャップ外して、はい、適用に外してます。はい、そして専用のキャップ入れと、そして最後皆さん青いゴミ箱入ってる大きな拍手お願いしますね。はい、はい、オッケー、あと回してるだけ、オッケー。皆さん見ていただければと思います。はい、そしてですね、なんと顔を、なんと肘にも毛が生えてます。皆さん見えますか。これ通称肘毛と呼んでいるんですが、この肘、thank you。